こんにちは。長岡花火に来ました。今はタクシーにこのように並んでます。暑いね。じゃあ早速行ってきます。今回はですね、3年ぶりの長岡花火ということで、行きはですね、もうタクシーで会場まで向かっています。長岡花火の会場に着きました。こんな感じでですね、すごい席がもう用意されてます。すごい光景です。トイレはこんな感じになってます。今ですね、長岡花火で、屋台でですね、買ってきました。長岡花火見るときはですね、何かですね、食べ物を持参するといいと思います。タクシーの運転手さんに、運転していって、しかもですね、待っていただくというですね、神対応をしていただきました。ありがとうございます。会場付近はこんな人がたくさんいます。今18時半はこんな感じです。もうすごい人です。まもなく暗くなって花火が始まります。はい、いよいよ花火が始まります。イエーイ。今のは令和への打ち上げでした。フェニックス2022、4、3、2、1。
の花火はどうですか？うん、楽しい。今ですね、帰りの、新幹線に向かってですね、行っておりますけれども、すごい、人です。だいぶ早くですね、出てきましたけれども、駅周辺はこんなにも人がですね、溢れかえております。こちらがですね、帰りの新幹線看板が出ております。このようにですね、長岡駅の前は完全に整理されております。これに沿って進んできます。もうすでにですね、こちら自由席のチケットを購入しましたので、こちらで並んでいきます。帰りはですね、もう確実に自由席がおすすめです。いつどの電車に乗れるか分かりませんので、自由席がおすすめです。このように順路が完全にセパレートされてます。はい、2日目の長岡花火です。今日はこのようにですね、雨の天気なので、カッパなどをですね、買って長岡花火に行きたいと思います。はい、2日目の空はこんな感じの曇りです。雨が降らないことを祈りたいと思います。タクシー乗り場はこういったですね、行列なんですけど、結構ですね、タクシーが次から次へと来ますので、まあ、10分15分で、乗れます。7構成 NCT 以上。いよいよ長岡花火2日目始まります。今はですね、雨降っていないんですけれども、ちょっとですね、心配な雲行きですが、カッパも購入して見ると決めてですね、会場まで来ました。あと10分ぐらいで、始まりますので、そろそろですね、スタンバイしたいと思います。はい、ただいま雨が降ってきました。今日はこんな感じでカッパを購入しました。2日間の長岡花火をですね、終了したいと思いますね。2日目はですね、このようにちょっとカッパをね、購入して参加をしましたけれども、そんなにね、たくさんの雨を降られずに、楽しむことができました。まあ、本当に世界一の花火ということで、このフェニックスっていうね、花火が一番ね、僕は印象的だったんですけども、すごくですね、この花火で感動したっていい思い出になりました。ぜひですね、長岡花火に機会がございましたら行ってみてください。